助けて、殺される。あれ、なんだよ、コウスケ君か。懲りねえガキだな。おい、まさかまた女騙して金にしてたんじゃねえだろうな。してません、してませんから。てめえ、松金組のカイトか。お、さすが有名じゃん。なんでここにいる。てめえも RK に入ったんだ。アホか、お前らと一緒にすんな。あんたがこの襲撃の仕切りか。相馬はどうした、来てないのか。余計なとこに首突っ込んできたな。おい、後ろからも来てるぞ。敵は大勢、相馬はいない。これじゃ何のためにわざわざ来たかわかんねえな。しっかり矢上探偵事務所、お願いだから助けて。コウスケ君を助けに来たってことにしとこうや。知り合いっすか。ならよかったじゃないですか。あいつ頭かち割られるところでしたよ。いや、そこの3人もやっちまうぞ。それでしまいだ。いいか、来るぞ。はい、ちょやるか。時間食っちゃった。楠本さん、あなたの方からこちらへ呼んでいただけるとは思ってませんでした。どういう風の吹き回しでしょう。いいお返事がいただけると思っていいのですか。もう終わりにしようと思います。何をです。保身のために秘密を隠すこと。ではどうされるおつもりですか。警察に自首します。あなた方がお疑いの通り、私はミツルの復讐のために河合信也を殺しました。5年前にカムロ町で河合が拉致されたあの日に、自分のこの手で。北方先生はその協力者です。もし自首をすれば、あなたはただの人殺しです。厚労省の立て直しで人気が高まっていた分、そこから突き落とされる衝撃は大きいでしょう。自首は考え直した方がいい。私どもが秘密を守って差し上げますよ。その代わり、あなた方の仲間になれと、そういうことでしょう。官僚が組織にいる以上、しがらみに生きるのは避けられません。みんな国のために、自分こそが正しいと信じる意見をぶつけ合い、
無難な落としどころを探って初めてことが進むんです。それなのにあなたはもう十分多くの正義を果たせたじゃありませんか。厚労省の腐敗を正し、天下りの排除も毅然とやってのけた。その成果は私も他の方々も尊重するとお約束します。しかし今楠本玲子が人殺しだったとなれば、あなたの果たしてきた正義は全部水の泡になってしまう。むしろ揺り戻して前よりも腐敗する結果になるかもしれません。あなたもそれは望まないはずです。誰にだって秘密はあります。私どもに任せていただければ必ず最後まで守り抜きますよ。全て闇に葬るんです。そこが問題なんですよ。沢さんはミツルのお見舞いに来続けてくれた同級生でした。もう来なくていいと拒絶したのは私の方。彼女だけはあの高校でミツルの味方でいてくれたのに。私がこの手で復讐を果たしたから、そこへ引き寄せられた闇に彼女が飲み込まれてしまった。なのにそのことをみんながなかったことにしようとしている。13年前、ミツルを追い詰めた同級生たちのように、何と言われても私は自首します。もっと早くそうしていれば沢さんは死なずに済んだ。思った以上にあなたは青臭い人だったんですね。あなた方は私を失脚させたことで良しとすればいいでしょう。当初の目的はそれだけだったはずです。でも私を操り、年金160兆に手を出そうとしたのは欲の書きすぎでしたね。私が自首する以上、それはもはや不可能に近い話です。あなたの飼い主たちにそうお伝えなさい。私としてはかけた労力に対して見合わない成果になったわけですね。が捨て身になった人間にもう駆け引きは通じませんな。お母さん、ここどこ？ミツル、なに？ミツル、ミツル！もう終わりだよな。半グレにしちゃまあまあ歯ごたえあったぜ。しょうがない兄貴っすね。あとは引っ込んでてくださいよ。病み上がりなんだから。抜かせ。すげえ。一応ここの胴元も用心棒とか六本木の精鋭を揃えてたはずなんですけど、 RK には元極道も多くて歯が立たなかったっていうか。でもそれを全部叩き伏せちゃうんだからすげえっすよ八神さんたちは。そんな話を聞きたいんじゃないよ。 RK の相馬は本当に今日ここに来てなかったんだな。ええ、多分いなかったと思います。なるほど。じゃあこんだけ苦労してマジで成果なし。ああ、八神さんたちは相馬を見つけたかったんですか？それならさっき RK の連中が言ってるのを聞きましたよ。相馬は偉人町から指示飛ばしてるって。ほう。じゃあもしかしてずっと向こうで桑野を探してるってことか？そういや今朝方鉄層のとこに襲撃があったらしいよ。RK が桑名を探しに来たんだ。そこに相馬がいたかまでは分かんないけど、
となるともう俺らがカムロ町でやれることはねえ。明日また偉人町に行くか。うまいこと桑名と合流できりゃ相馬だって向こうから出てくるはずだ。ああそうだな。